100歳まで生きると実は35年しかないんですよ。もしあなたがあと3ヶ月の命って言われたら何をやりますか？こんにちは、エメラルドクラブの菅原です。女性の力で社会を変えるをコンセプトに日本最大級の女性経営者の会エメラルドクラブを主催しております。今日は人生で一番大切なものについてお話したいと思います。人生で一番大切なもの何だと思いますか？答えは時間です。人生で一番大切な時間、それを意識していますでしょうか？今日の動画はですね、コストパフォーマンスよりもタイムパフォーマンスが重要ということをお話したいと思います。今日この動画を見ることによって皆さんは時間の大切さを身にしみて感じることができ、より良い人生が起こることができるでしょう。ぜひ皆さん、この YouTube チャンネル登録お願いいたします。よろしくお願いします。では今日の時間が大切についてお話しします。コストパフォーマンスってよく考えますよね。これ1000円で買ったけど1000円の価値があるだろうか、まあこれこの本2000円だったけど2000円の価値があるだろうか、買ったものに対してパフォーマンスがどうなんだろうかっていう考え方よくすると思うんですよね。ただそれよりもタイムパフォーマンス、この時間のパフォーマンスはどうだったんだろうっていうことを知ることがとっても大切だと思うんですよ。よく考えてみてください。皆さん、1日24時間あります。時間は有限なんです。限られているんです。1日24時間のうちですね、例えば睡眠8時間、あとご飯を食べる時間、トイレに行く時間、お風呂に入る時間、どうしても毎日ルーチンでかかってる時間ってありますよね。それを引くと24時間のうち、だいたい半分ぐらいはですね、その毎日必ずかかる時間に費やしてると思うんですよ。とすると1日12時間しかないわけですね。いろんなパフォーマンスに使える時間というのが、もしあなたがじゃあ100歳まで生きると仮定したとしてですね、あと何年時間がありますか？100歳まで生きたとして、例えば今30歳の方がいたとしたら70年、しかし1日の半分が必ず費やす時間だとしたら、70年あると思ってるかもしれないけども、実は35年しかないんですよ。たった35年ですよ、あなたが好きに使える時間というのが。その35年をどう使うか、どうパフォーマンスよく使っていくのかっていうのがとっても大切だと思うんですよ。そんな時間を皆さんよく考えているでしょうか？なのでこの時間、例えばですね、ここからアポイント先まで行くのに電車乗り継ぎ3回乗り継いで40分かかるとします。その40分電車を乗り継ぎながら40分かける時間、タクシーで行くと15分で着く。なあ、どっちを選びますかっていうことですよね。タクシーで行ったら15分で早い、そして着いてからの時間もある、そしてタクシーに乗ってる時間で、本を読めたり、スマホがチェックできたり、パソコンできたりする時間が取れると。電車乗り継ぎしてたらなかなかそういう時間、移動ですね、歩いたり電車乗ったりも揺られたりっていう時間に費やしてしまうわけですよ。そうじゃなくてどうなんだろうっていう、タイムパフォーマンスっていうことを意識してください。時間は有限です。それを意識して生活することっていうのがとっても大切だと思うんですよね。私はやっぱり普段ですね、時間が大切っていうことを思ってますので、今この時間何するかっていうことをですね、日頃考えて生きております。私が大好きな言葉、なんとなく生きた今日は昨日亡くなった人が必死になって生きたかった明日、これ私大好き言葉なんですよね。なんとなく1日過ぎることって多いと思うんですけど、実は昨日亡くなった人からすると1分1秒でも生きたいと思った1日なわけですよ。そんな1日をなんとなく過ごしてはダメです。時間は限られてますので、その時間を大切に生きてください。もしあなたがあと3ヶ月の命って言われたら何をやりますか？あの人に会いたいとか、これやっておきたいとか、これ食べておきたいとかあると思うんですよね。けど今日明日いつ何が起こるか分かりません。ひょっとしたら大地震が起こってですね、全員死んじゃうかもしれないんです。そんな今日何が起こるかわからない今やらずに、あと3ヶ月の命って予告されたらやるっておかしくないですか？そう思ってですね、一日を大切に生きてください。本日は以上です。ありがとうございました。またね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。